どうもスノーボード界のロレックスです。はじめまして。はじめまして。どうもどうも、はい、お世話になっております。お世話になっております。やっぱ俺って言ったらロレックスですかね。ロレックスですよね、完全に。そうやっぱもう見た目もいいし技もそこそこできるし、はい、こんなに希少価値高いやつは多分俺ぐらいしかいねえんじゃねえかなと思って。確かに、まあ、時計に例えるんだったらまあロレックスかなと。ロレックスかなと思いますけど。うるせえな。あの平野歩夢選手とかはどのくらいになってるんですか。まああっちの方がロレックスだね。ですよね。間違いないですよね。聞いてください皆さん、はい、最近あった僕のムカつく話なんですけども。ムカつく話。最近オリンピックであの平野選手が金メダル取ったじゃないですか。取りましたね。あの日に僕、はい、いつも通り TikTok を載せたんですよ。はい、はい、そしたらめちゃくちゃバズりまして。バズりました。めちゃくちゃバズったんですよ。そのなんでバズったんだろうと思って、うん、まあ、コメ欄を見てみたわけですよ。はい、そしたら平野歩夢を見た後にお前を見るとショベーっていうコメントがあったわけですよ、はい、アンチ同士で盛り上がってるプラスそれをこういやジャンル違えから比べんなよみたいな感じでこう守ってくれてる人もいたんですけど、はいはいはい、まあ、そういう感じで盛り上がってたんですね、うんうん、あこういうことかと思って。なるほど。そうムカつくわけやねん、そんなジャンル違えよって。本当ですよね。あの人はやっぱもうハーフパイプなわけであって、はい、グランドトリックだからもうジャンルが違うんですよ、まあ、まずそもそも土俵が違えと。はい、なんかもうそれをね、ねえ、ハーフパイプやれとかもうダブルコークマックツイストみたいなやつやれとか。こっちはあのマックのソフトツイストしか食えねえよ。やったことねえわハーフパイプなんて。ソフトツイストなら食えますよと。そう、まあ、ソフトツイストだったら食える。あ、なるほどなるほど。そんなことはどうでもいいんですけども。どうでもいいですね、はい、まあそんなことがあったわけですよ。うん、なるほど。まあでも結果的にはね伸びたそうだね。はい、いいっすよ、なんでも。結構多いです。ただ、やっぱ、しょげるわけですよ、僕。なるほど。人間なんで。あの、アンチ上等とか言ってますけど、はい、僕結構エゴサとか結構しちゃうタイプなんで。なるほど、なるほど。楽しくなってきた。いいですか。一旦 YouTube です。今日 YouTube です。そうだね、はい、テンション上げていきましょう。 YouTube ですよ。ということで、じゃあ今日何やっていくのって話じゃん。はい、はい、今日もハウツー撮ります。はい、はい、なんで前コメ欄でね、うん、ドルフィンターンやってくれっていうコメントが来たわけですよ、はい、うんうん、なんで今日はそのドルフィンターンっていうのを、まあ、分解して、はい、まあ、解説していこうかなと思うんですけど、はい、まあ、先に言っとくけどドルフィンって結構むずいです。むずい、はい、マジでむずい。なんで俺もこれ解説するけどうまくいくかなってちょっと不安なんですけど、はい、まあ、ドルフィンのポイントってじゃあ解説していくと、はい、まず1個目、1個目、上半身のその軸をそのぶらさないっていうのがすごい大事、うんうんうん、まあ、あくまでこの頭の位置っていうのはこの板のここになきゃいけないわけですよ。そうっすね。これは何のトリックでもすごい重要なことなんですけど、はい、これがまずポイント1個目、うん、で次あの要はドルフィンターンってイルカみたいにさこういう風に見えるわけじゃん、うんうん、こうイルカがさこうなんか泳いでるみたいに見えるからドルフィンターンって言うんだけど、うん、まずその S 字のターンっていうのをしっかりできるっていうのが大前提の話。はい、はい、でまあ、これは前提の話なんですけどその要は片足ずつこう、ま、下げて、まあ、こっちは上がってるわけじゃん、うん、下げて上げるでこっちが下がったらこっちまた上げるみたいな、うんうんうん、まあ、上げ下げの繰り返しなんですよ足のね、うんうん、まず難しいな。なんで、まあ、ポイント今の感じで、まあ、お伝えしたんですけど、はい、まあ、実際に最初はこうねあのエッジ使うドルフィンじゃなくて、うん、ただのストレートのやつで練習してほしいのが1個あって、うんうん、実際に実践します。実践した方が早い。見ましょう一旦。要はなんていうんですか、まあ、平手でやるんだったらさ、はい、このなんていうんですか、これができなきゃいけないです。うんうん、そうね、そうそうそう、この動きですよね。そう、まあ、要はその片足ずつこの上げて下げて上げて下げてっていうのを繰り返し、うんうん、でこのストレートをまず見ててくださいね、はい、ストレートの状態で、うんうんうん、これをできなきゃいけないわけですよ、うん、まずは大前提と、ね、そうね、この延長線上でそのターンの延長線上でやるっていう感じなんで、はい、まあこんな感じなわけですよ。なんでこれを実際に、まあ、その S 字でやってみると、はい、あれギョレックス大丈夫ですか。はいはいはい、ちょっと微妙だな。まあちょっと雪の関係もありますからね。
うん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 、まあまあっしょ、まあまあっすね、いいと思います。ちょっと雪質バカ悪いからさ。そうなんですよ、まあ、だからこういうことよ、疲れたもう疲れましたね。まあポイントはなんでは何ですかね、適当になってませんか、ちょっと大丈夫ですか。もうしんどいのよもうしんどいんですよ、なんかもうずっとついてきてる人もいるしポイントは何個ですか。ポイントは2個ですね。2個ですね。まずあの頭の位置をずらさないっていうのと、はい、あの片足ずつ、うん、別々にやっていくっていうのと、うん、はい、まずは最初はストレートで、ストレートでね、パタ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 できるようになると、はい、まあ、ドルフィンに近づくんじゃないかなって思います、はい、なるほどです、はい、まあこんくらいですよね今月近いなごめんなさい、まあこんくらいですよ。いやまあそうなんだよな、延長戦だからね。そうだからね、これ結構言葉にするの難しい、うん、ちょっともう一回ドルフィンやらせてもらっていいですか。お願いします。本物を、はい、まあ、今のポイント2つ、はい、を大事にやってみてください。もうしないですもん俺は怒ってます、怒ってますもん。やっぱりアンチがいっぱい来ると機嫌悪くなっちゃいますからね。そうですよ、うん、まあアンチのせいだ。そう、優しくして、うん、優しくしよう。ドルフィンのポイント2つ、はい、まあ、頭の軸をぶらさない、はい、あくまでね、1本の棒があるみたいな感じ、はい、うん、そう、あと最初はストレートでね、うん、まあ、要はターンの延長線上で、うん、こうストレートでできれば、うん、ターンの延長線上だとやるだけなんで、うんうん、まあそのくらいですかね、うん、まあ、最初はだから、まあ、その両足というかその片足ずつ上げ下げすぐるっていうのが、すぐる、すぐるくんいた今、上げ足すぐる、すぐるくんいたね今、どうも上げ足すぐるです。はい、ということで、はい、まあ、今のポイント2つ実践して、はい、まあ、やってみてください、はい、あともうできなかったら知らないです、はい、あともう君たちのセンスの問題なんで、はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう、はい、チャンネル登録、はい、高評価、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくでした。バイバイ、セコー。